はい、皆さんこんにちは。今日もマイタイムアットサウンドロック、君の街サウンドロックやっていきたいと思います。前回の続きになりますが、前回ですね、ニアが遊びに来たところでしたね。そして今日はですね、スケジュールの方を見ていくと、19時からトルーディさんのお祝いが始まるみたいですので、集会所に行かなければいけません。とどれぐらいだろう、1時間ぐらいで始まりますので、早めに向かっておきたいと思います。さあ、そしてお手紙が来てますね。これお母さんからかな、お母さんからの手紙が届きましたね。あ、料理が入ってる、ハイウィンドチャーハンいただきましたね。さあ、お父さんもと私も会いに来たかったんですが、ニアの方がいいと思ったので、私たちみたいな年上が行っても邪魔でしょうし、ニアが到着したらちゃんと時間を作りなさいということで、まあこちら手紙が届く前にニアの方が到着してしまいました。さあ、手紙でチャーハンすればどうやって送るのか分かりませんが、ゲットしましたので集会所の方に行きたいと思います。さあ、始まりましたね。マチルダさんから紹介があるのでしょう。そしてこちらをご覧ください。我がトルーディ町長が危険な砂漠の旅から帰ってきましたと。彼女にとっては久しぶりとなるサンドロック流の温かいおもてなしで歓迎しましょうということで、トルーディさん今まで登場してませんでしたが登場してきましたね。さあ、ここからは町長としてのどういう仕事をしていくのが楽しみです。さあ、砂漠の旅の詳細と持っていった実験用の種がどうなったか教えてくれませんか。それが新しいオアシス誕生のきっかけになるはずですよということで、結構すごい実験とかをしてたのかな。いや、それは後で保護するつもりなので、今日は予定通りに進めてもらえればということで、どんな活躍をしていたのかは後からということですね。そこまで言うならということで、またして枯れてしまいましたけど、さあどうだ、嵐を防ぐ砂嵐を下げるために木を植えるって言ったのに、人間豆しか育てられないなんてなっていうことも言ってますが、まあ砂漠では難しいですよね。さあ、ポルーディさんの話はどんなんでしょう。お、なんか新しい植物が手に入ったのかな。さあ、泥に全責任を負わせるのか。泥から学ぶことなんて何もないぞって、裏食うなってことぐらいだ。泥だったら農場に大量にあるしなっていう話を知ってますね。さあ、どういうことになるんでしょうか。ハイジさんも出てきましたね。すでに誰かが質問したかもしれないが、植物は砂の中では育たないような、友達に聞いてみてくれということで、まあトルディさんが話したいのにみんな邪魔してますね。さあどうだ、オムレツをどうぞ、応援からの差し入れですということで、オムレツがもらえるのかな。応援さんと話してみましょうか。この人じゃないよ、この人じゃない、クーパーさんではないですね。応援さんと話したい。さあ、オムレツもらえないのかな。オムレツはもらえませんね。トルディさんどう、あ、話せない、トルディさんとは話せない。さあ、なんかもう勝手に会話が始まってますね。さあ、どうなんだ、あ、もう帰ってる、あ、謎の男の人もいる。謎の男の人ちょっと話してみましょうか。あ、久しぶりですね。お店で、なんだ、このでっかいボックス、これめちゃくちゃ役立つんですよね。これが欲しいんですが、2つ買っておきましょうか。よし。さあ、トルディさんとの話はどうだ？ダッカーさんと話してるみたいですが、トルディさんは特に踏まないと。他にはマチルダさんと話を聞いてみましたね。ドクターファンって誰だ？ドクターファンを見ましたかという話になっていますが、ドクターファンって誰？今までに出てきたんですかね。ドクターファン。まあ、医者と言ったらファングさんがいたと思いますが、ファングさん、ファングさん、違う名前になっちゃったのかな？それとも呼び方がそうなったのかもしれません。さあ、これでとりあえず終わったのかな？なかなか、話は進まないし、みんな帰っていってますので、今日はこれでおしまいなんでしょう。さあ、オムレツだけいただいて帰りましょうか。
さ、一晩経ちましたが、今日はついに、ニアが帰っちゃう日なんですね。ちょっと見送りに行かないといけません。ニアが帰ってしまいますので見送りに来ました。いや、ルーシー見送りに来てくれたのということで、まあルーシーは自分なんですが、きちんと見送りに来ました。それにしても3日間なんてあっという間にって、本当ですよね。ニアが来てから3日間経ったとは思えません。かなり早い。そして寂しいな。でも帰って植物の手入れをしないと、だし豚を飼ってたお隣さんを覚えてるよねって、あの豚はお腹を空かせると見境なくなるから心配なんだよねということで、さあニアはちょっと遊びに来ただけですので、手紙を持ってるサンドデーツケーキは忘れずに持ったということで、手紙をも待ってるというのにしてしまおう。さあケーキは持ったのかって、ワンダリングワイっていうところで買ったんだということ。あ、そして発車時刻は12時にですね、出発って書いてあったような気が しますが、あ、もう出発なんだ。卒業したら会いに来るから、だから寂しがらなくても大丈夫と。ああ、そんなニア行っちゃうの、あんたと別れのついやらいいよ、じゃあねっていうことで、ああニア行っちゃいましたね。悲しい。せっかく新しいお友達来たのに。あ、そしてここら辺のは英語のまんまで日本語訳はされてないんですね。あ、ニア行っちゃいましたね。さあ、悲しいことにニアは行っちゃいました。そしてですね、もう一個、ビビから、ビビだったっけな、ミッション受けていますが、こちらの方はですね、全部英語だったのでよくわかっていません。まあ、なんとかなると思いますので、メインストーリーの方はどうなんだろう。これを、やらないとダメなのかもしれませんので、とりあえずこなしていきましょう。こちらですね、デザート、なんだろう、ステルかな。これを作りなさいということですね。さあ、これはどこで作るんだ？組み立て台ですかね。こちらですね。制度のパイプ、片木の棒、銅板、ヤクメルの毛。あ、これはザラザラな布を作れということですね。これは作れるんじゃないかな。さあ、どんどん当てはめていきましょう。さあ、あとは、あ、青銅のパイプがないのか。青銅のパイプを作って持っていきたいと思います。さあ、こちら完成しましたね。これを渡していきましょう。さあ、こちらの方は英語ですので、日本語はまだ訳がついていませんね。これを設置する形だみたいな感じでは書いてありましたので、持って行ってきましょう。こちら牧場の方に持っていけばいいのかな。こちらの方で設置もするのか、あ、ここですね。ここに設置ということで設置していきましょう。さあ、どうだ、これで OK ですね。そしてマーベルさんか。マーベルさんと話をするということで、マーベルさんいる中に。中にいるのか、いますね。中にいるので話していきましょう。さあ、マーベルさんいましたね。さあ、これでお話をして、あ、ここら辺のもう全部、あれですね、英語ですね。まだアップデート来たばっかしで和訳が間に合ってないんですかね。結構英語ばっかりになってきました。さあ、美味しそう、応援と私は街に新しい競争相手を見つけたようですと。ありがとう。明日はセットアップして小さな、ブリングアスマイルを始めましょう。運動、明日の午後14時に私に会いに来てくださいって言ってますね。ということで、これ明日の14時を待ちましょうか。Trudy asked me to come get you. She has something she wants to talk to us about over at the moisture farm. Something related to what she found in the desert. はい、ということで、一晩経ったらですね、ニアンが呼びに来て、トルーディ町長があなたを迎えに行くように言われたのを砂漠で見つけたものにして、モイスチャーファームで話したいことがあるみたいと言われましたね。ということで、モイスチャーファームに行ってみたいと思います。まあ、その前にちょっと、クエストの方がありますので、そちらの方を見ていきましょう。さあ、これモイスチャーファームにとりあえず向かわないといけないみたいで、あ、いきなり飛ばされるんですね。モイスチャーファームの方に飛ばされました。よかった、2人とも来てくれたのねということで、トルーディが言っています。はい、
ザッカーもヤーということで、あるサンプルについて議論したところなの、軽く説明していった。トルーディさんが確か砂漠で何かやってたのみんな聞いてなかったやつもありますね。あるサンプルについて議論していたところなの、軽く説明していいよ教えてということで、ザッカーと私でユフォーラーのいろんな土壌を試してその環境で植物か育つか調べていたんだけど、めぼしい結果が得られてないと。前回の遠征から戻る時、休むために旧世界の残骸に立ち寄ったの。今まで見たことがない残骸だったか、この間の砂嵐で表面出てきたのかもねと。不思議なことにそこの中からなんだろう、藻類だけだらけだったのよと。ドアが壊れていたから奥には進めなかったけどということで、ここでなんでそこの廃墟で育ったのかが知りたいということで、どうなんだ、栄養が含まれているんじゃないかということで、ああなるほど、このなんか旧世界のやつがひょっとしたら、育てるのにいいのかもしれない。そして酸性か、で酸性ということで、これ2つ2人であれか、探検しに行かないといけないのかな。さあみんなありがとうということで、ここですね。怪人によるとドアを通過するにはレベル3のつるはしが必要みたいと。遺跡に何があるかがわからないけど、合わせて防護スーツも注文しておいたわと。できるだけ早く行きたいから、あらかじめ防護スーツの図面を手に入れたと。作業台でレベル3のつるはしは作れるよね。ちょっと作れるかどうかわかりませんが、作っていきましょう。で、防護スーツを覚えたので、4人分の防護服が必要だわと。2人で2つずつ作れば簡単ねということで、ミアンと一緒に半分ずつ作るみたいですね。はい、ということで、防護服とツルハシを作らないといけませんので、ちょっと作っていきましょう。鉄のツルハシは持ってる。あ、これがレベル3なんですね。鉄のツルハシは持ってるので問題なし。キャンバスが8個必要ですね。そちらを集めないといけないのか、作らないといけないのか分かりませんが、やっていきましょう。さあ防護服はこちらなんですけど、キャンバスが必要ということで、このレシピは商業ギルドにあるよということで、買ってこないといけないみたいですね。さあこちらがキャンバスなんですけど、139ということで、そこまで高くないので買えますね。こちらを買っていきましょう。あとですね、シンプルな回路と鉄線の方も作れるようになるみたいですので、こちらも買っていきましょう。はい、ということで、これでとりあえずキャンパス作れますので、キャンパスを作っていきたいと思います。さあこちらの方ですね、キャンバスが4つ必要なんですけど、この4つ作るのにまずジュートの方がかなり必要ですね。3つ使うということなので合計12必要ですね。こちらの方は栽培か農場のお店で買えるみたいですので、少し足りない分は買っていきたいと思います。さあもうすぐ約束の時間ですね。あと3分です。さあもうこれで14時になりますので、あれ14時になっても何もならないな。マップの方で見てみるか。ここじゃないのかな。ここですね。一応ここでなってるんですけど出てきません。マーベルさんが、あ、出てきた、出てきた。マーベルさんが出てきたので OK ですね。はい、ここら辺では、全部英語でまだ和訳されてませんね。美味しい、美味しい的な感じでしょうか。そして、は無料の食べ物。そして、あなたはこれを作ったのは、なんだ、JL、あなたはただの素晴らしいお菓子の袋ではありませんと。あなたが料理してできるなんて知らなかった。ここで私も Y と何か共有したいと思います。料理のレシピですと。ママからの料理のレシピを共有したいって言っていますね。よいしょ。さあ、これで次の方は、小さい頃お母さんが作ってくれた、塩とサンドライスだけで美味しいマッシュのボールができました。柔らかくネバネバした美味しいマッシュボール大好きですと。さあ、これマーベルス、マッシュの作り方を覚えましたね、ここで。さあこれで次の方は、まあそれはちょうどマッシュが気に入ってましたよということで、ここにいる何人かの人々に少しの喜びを与えることができたのだと思いますと。彼らの足元に小さなスキップを置きと。次に、
今日は助けてくれて、あ、ルーシーありがとうございました、ここでのキャンペーンを実行して嬉しく思います、ちょっとした気分転換が必要な場合は気軽に立ち寄ってくださいとマーベルさん言ってますね。はい、ということでこれでサブミッションですね、終わりました。ここによるとどうなんだろう、なんか変えたりできるのかな、あ、レシピを話すというのがありますね。本当にしてくれるかいって言われちゃいましたが、まあ、これで一応終わりっぽいので本題の方に戻ってキャンバスをまず作りたいと思います。あ、こちらですね、キャンバスの方ができましたので防護服を2つ作りたいと思います。まあ、これにもまた、時間がかかりますのであと5時間後ですね、まあ、今日はちょっと作れない感じですので明日を迎えるまで待ちたいと思います。はい、ということで起きたらですね、今度はアミラさんが登場してきましたね。久しぶりですね、アミラさんとはあんまり会いませんからね。さあ、私は無茶しすぎたんでしょうね、この粘土を一度に運べると想像より大変だとは手伝わせてと。さあ、これは私だけでも大丈夫です、それでも時には誰かに見せようとしたことを考えています、手伝うよということで粘土を集め、週に2回私の店まで粘土を5つ届けていただければとても助かりますということで、粘土を集めて渡せばいいんですね。はい、ということで粘土集めはまた今度するとして、防護服が2つできましたね。さあ、こちらの方、あ、装備、あ、ちょっと違うな、レア度でちょっと違うのかな、性能がちょっと違いますね、金額は一緒ですがちょっと違いますので、うん、これは OK。 さあ、とりあえずこれを、どうするんだ、誰かに渡してこないといけないってことですね。ではこれを渡してきましょう。さあ、これを、町長に渡してきましょう。さあ、イベントですかね。すごい、ミアンはすでに作業を終えたみたいだし、明日の朝には出発できちっと、本日はヤモリ駅で会いましょうと。ああ、もう今あれだな、朝になったばっかりですが明日の朝ですね、行くみたいですね。ではどうしよう、今日はこのまま終わってまた次回ですね、こちらの方ナンパ船の秘密ということで、そちらのメインストーリーの方を進めていこうと思います。それでは皆様ありがとうございました。Thank you.